マイクチェック。危ないわ。どうも、アバンティーズのテレビと、サラチーと、三兄弟の長男翔です。アナスです。そうです。スショーと、よろしくお願いします。初めてですもんね。初めて。初めて飲みました。あれ、いやだからやばいよ、もう。もらった服ずっと着てるやん。先にね、ちょっと涼しおとの動画見てもらった方がいいかも。そうだね、そうだね。何するんですか、今日は。今日はもうやっぱ仲を深めたいな、深めたいなと思って、はい、ということで、今日はお送りしたいと思います。いやーちなみに、ご飯食べてない？朝から食べてない。おー、やった。大食いできる？大食いできます。今日はもう、一押しだから一番食ってほしい。ちなみに俺たち全然食えない。なんで知ったんすか。俺ら、あの大食いの動画何回も撮ってんだけど、食い切ったことない。口から出すっていう芸だけで。あー、ここまで。一応多分、5人で食べれるようだと思う。俺目つぶってて、ちょうだい。目つぶっとこ。ちょっと喜ぶ。初めて会ったもん。握手したからめっちゃ手いい。あ、めっちゃいい匂い。スリーメイクはね、スズショートと同じ匂いするわ。それじゃあ、あげてください。はい、オープン。あーね、バグ牛丼ね。これ多分全員でちょうどいい量なんじゃないのって。確かに、確かに。これひどいな、これ。2日夜明け大丈夫ですか。きつい。ちなみに3人は誰が一番食べる。僕ですかね。僕こう。僕です。あ、ほんまに。困ったら口から出せばいいかな。それじゃあ大食いやっていくぞ。あこれ、うわ、青春や。いいな、いいな、青春、青春。あれ、制服やめたんすよね。ん、制服。牛丼のやつ何杯ぐらいなんですか、これ。メガが4つかな。メガ4つ。皆さん、手を合わせて、せーの、いただきます。結構これ減ってるね。うん、もう半分ぐらい減ってますからね。3杯、2、2、2、2。確かに、いい感じ。いけます、いけます、いける。全然計算的にはそうです。3人さっきすごい色。さっき、あ、うまい。普通にうまい。うわ、東京と東京の牛丼ちゃう。東京違う。え、どん兵衛ちゃいますかね、東と西で。そうなの。めっちゃ濃いんすよ、東京。初めて知った。そこ行ったよ。え、じゃあそうなんだ。こっちのどん兵衛食べれない。こっちのうどんとかそばはめっちゃ濃いんすよ。だし系がちょっと濃いって言うじゃん。これ味濃くないと俺食えないかも。東京の人大阪食べたら大阪のしかもう食べれんの。めっちゃ大阪ハマる人、めっちゃ大阪。めっちゃ食いたくなってきた。やめるって。バクどん兵衛にする。牛丼食べるんすか。牛丼はまあちょくちょく。あ、ほんまですか。で、なんか作るんですか、ご飯。あ、自炊結構する。マジっすか。最近ハマってんだよね。魚さばくのに最近ハマってて。これカニさばけるの今。カニ、カニってこうひっくり返してこうやって甲羅を取ってみたいな。切ってってやるんだけど、俺に頼んで、カニ。食べに行くんですね。水、水みんな。うわ、あざーす。え、やばいって言われて、小声でびっくりした、今。おいしい。え、もう雲行き怪しいかスプーンにさ、食う量が全然お子様だもん。もう結構きついんだけど。けど言ったやん。スプーンで全然きついんだ。あれ聞きたい、将来の夢。うわ、ヒュッ。なんやろ、俺なんやろ。だって俺、さっきやって、あれはすぐで、その、3人になったじゃん。そういう時に、なんか質問あるって言ったら、人生楽しいですか聞かれた。ちょっとでいいですかね。この後大食い。ごめんなさい、最初食べないの。おい、ほんとにこの後大食いじゃないけど。あ、ごめん、渋滞してた。あ、もうすごいことになってる。すごいなって。まだうちの本当に言われたんすか。人生楽しいですかって言われたよ。楽しいって。何、人生楽しい。楽しい。本当にすいません。またうちの弟がすいません。え、人生楽しい。うん、まあまあまあ。作ってる家庭多いから。ああ、そっか。楽しい一瞬じゃないですか。うん、まあそうだね。楽しい人生。いや、いや、いや、いや。あいつ一緒楽しくなそう。さあいつ寝てたい。寝てたい。ああ、でも寝るのっていいよね。そうですよね。うん。
どこに気が合うの、どこに YouTuber ってなんかショートスリーパー多いじゃん。多いシルクとかさ多い多いノンノン全然普段どれぐらい寝てらっしゃるんですか。大体寝るのが3時とか4時とかで12時ぐらいまで。うわあいいいいいい8時間とか。ああいい、うん、いい2時間とか寝ないんですか。2時間はもう本当に調子悪い時疲れないむしろ疲れるの。いやお腹すきます。いやそりゃそうだよ。そりゃそうだよ。確かに。あと1回寝たら本当に起きないタイプ。もう起こされるまで。うわそれやばいね。うちの先輩らがおかしいっすよね。うんおかしい。俺らの世代のやつらマジでおかしい。カンタ君とか毎日投稿しながら10キロ毎日走ってるね。いやまあそういう時期もあったね。いやーもうえぐいわあの人。今ひもだよね。YouTuber から見てもおかしいですもんね。何か。なんかその何か。なんかその無人島行きながら2日間出てた。あーあったわ。どのスタンスみたいな。なんか俺たちも言ったけど。マジきついあれ。まあ、マジですか。これだって落ちてる貝とか食ってたの。主食落ちてる貝だ。すげえ。マジで。マジのやつや。やばい。マジのやつや。あと意外と日照りがやばくて。大丈夫？お腹大丈夫？大丈夫お腹大丈夫？喧嘩とかするの？一回もしたことないんですよね。マジで。嘘だ。いやだって甘いでしょ、うん。全然しないです。え？マジで？お母さんが一生懸命てるからですかね。もうあとちょっと。え？終わり？えけどもう終わり。え？あら。あれ？あれね？あれ？終わり？カランって音が聞こえた。まあ、寝るんだからこのぐらい食べたことないけど、うん、冬眠しそう。ほら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 。見してごらん。見してごらん。見てみこの先輩のルストの顔。やば。よし、俺もう食べなくていいぞ。なんでやめよ。一回もうか。よしよしよし。本当に。こいつがだから食べないように入れた俺が。食べきる前にこれあれお前入れるんだ。エンドレス一杯。エンドレス一杯ね。マジで2玉ずつ食べる。えぐ嘘でしょ。ラーメンは2つずつ作る。やべ、きつでもやめなんだ。なくなっちゃった。スピード早いんだもん。いや、早すぎる。早食いのジャンルになってます。早いって。いや、早いって。エレさん、早いって。めっちゃ食べるから。早いって。ご飯作るの大変じゃないですか、めちゃくちゃ。むかついた。あ、もうやばいよ。それ大変だ。さっきやってそう。ダンスやったの。ダンスなんだ。うん、なんですよ。ダンスっぽくないもんね。めっちゃ一番ダンス。ダンス顔じゃないね。一番ダンス顔じゃないですよ。そうなんですダンスやってるから音楽好きなんだ。あ、それもやってる。個人では音楽やってるから、うん、ぜひライブに。うわ行きます。マジ一緒に見に行って、はい、で、ラップやってるとか、はい、対決やってるとかも見て、はい、もうその後、ちょっと更新状態。今ちょっと今、鳥目さんの更新で。いや、すいません。大丈夫聞いて。褒められてるよ、今。褒められて震えてるかと思ったら違うかった。この前、ハンバーグ食べてきちゃったねえ。そう。今度、大阪で串揚げ100本とかやりますか。やります。早い。その後に飲めるのであればやります。何系飲むんすか。焼酎と、あとウイスキーと、あでも何でも飲みますね。ちなみに何食べますか。下ハイボールが俺も、いやでも最近でもウイスキー系かな、ずっと。ウイスキー系ってなんすか。ウイスキー詰められてる。お母さんに詰められてる。やばいほぼうちの子だからもう。あ、そう、口かっこむだけだからね。生姜とか入れていいよ。入れてる。もうやってるわ。完食しました。ごちそうさまでした。ごちそうさましかったです。お願いした。これがいっぱい。お、全然いけます。まだ全然いける。はい、これがいっぱい。結構まだいけますね。まだいけます。まだ、いや、一番食う、もしかして。すげえな。いける。俺は無理だよ。なんで無理だ。だって俺、空の部分で食べてたの。気づいてた。というわけで、大食いで一人だけ一杯も食べてないと思って。びっくりした。嬉しい。おめでとう。いいじゃん。
確かに、ずっと喋ってた。ずっと喋ってる。ずっと回すか。俺今日一粒も食べてない。ミクが半分なくなったら半分こう出し入れて、で、半分入れて半分入れて、で、食い切ったらさらこう。それはきついっすよ。だから、食ってないように一番食ってる。一番食ってる。一番食べてるやん。俺めっちゃ失礼なこと言ってたの。まだいっぱい見せた。二人では見られたの、高校が。いやけどなんか、ちょいちょい見てて、ボケの何かなのかなと思って。どうしよう、俺全然気づかなかったずーっとほんまに食べない人やと思って。今日だからご飯のスケジュールやばいよ。ハンバーガー食べて、今空の部分食べて、9時から俺ジローラーメン食べて悔しい、めっちゃ悔しい。うわー、腹立つ。いや嬉しい、腹立つ。ロッキー大成功。マジでもう寝るだけだもんね。俺も今日15時間寝るわ。完食です。うわ。